これから、脱骨研究会のオンラインセミナー、今日で第3回目ですよね、えー。ということで、これから始めさせていただきたいと思います。今日はですね、いつもホストを務めている西山さんが発表者ということで、ちょっとなんか雰囲気というか、あのえー、感じが変わっちゃってるんですけども、代わりになんかまあ全部西山さんにこう丸投げもちょっと申し訳ないので、最初はちょっと私が。 導入だけさせてもらいたいと思います、えっと、どうえ、もう紹介とかも、この本の、ね、紹介をまさにこれからやっていただくので、まあ、とにかくユージさんは、あの最近は特にあの、リーダーのセミナーをずっと翻訳してて、紅と、えー、主権者も、えー、含め、その後、今、あと、摂取形論のセミナーも、ね、やってるんですよね。その延長線上で新しく出た、今日扱う、えー、犠牲と許し。えーまあ これも2巻本なんですけど、<laughs> 1> 第1巻ですね。えはい、これを、えー、の中身をざっと、いやちょっと今、あの、レジュメを送らせていただきましたけども、ちょ14ページにわたる <laughs> 大変な、<laughs> これちょっとね、うん、しっかりあの紹介すると大変なことになるすも <laughs> ますちょっとそれをぎゅぎゅっと、えー、圧縮していただいて、ユ <laughs>、えージ、まあ、さんなりに、か、えー、いつまんで、 えー、紹介しつつ、またみんなさんからあのこういろんな議論の、えー、種というか、えー、議論をの,その,あの前提、いろんなことを、えー、語っていただければなと思います。はい、じゃあ、えっと、早速ですけども、えー、始めていただいてよろしいでしょうか。はい。じゃあ、私は、えー、裏方に回していただきます。はい、はい、よろしくお願いします。<laughs> トリスの西山です。で、えっと、レジュメは今、えっと、送っていただいていると思います。遅れた方は随時同じものを配布していただきますので、よろしくお願いします。<laughs> それで、えっと、レジュメがちょっと、えっと、この本長いので、<laughs> こちらですけども、<laughs> 400ページ以上ある本でして、えー、少しあの、ね、セミネイルの一巻本で長い本になっています。ね、変なの間違って送っちゃったんで、えー、っと、これ消してください。<laughs> あ 消せるのかな単なる、あの私、今やってる私のゼミの。はい,はい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 。消せないですね。消せないですね。<laughs> <laughs> 見なかったこれ、うん、は見なかったことに。はい。<laughs> はい、で、えっ、ー、と、えー、本日はまだこれ翻訳されてないんですけども、えー、こちらの、えっ、ー、と、犠牲と許し、えー、パ e ジュエルパ o u e の1回目をちょっと、あの、ざっと解説をするというふうな、あの、会にしたいなと思います。<laughs> で、えっ、ー、とー、 えーまあ、あの全体で2時間ぐらいを予定しているので、えー、と私はまあ70分ぐらいあのお話しすることをちょっとお許しください。で、えー、と70分ぐらい、あのレジュメの、えー、飛ばしながら、えー、読みます。<laughs> で、えーと、残りはお土産ということでお持ち帰りください。<laughs> 趣旨はここんなところです <laughs> まずは主要文献です。えー、この許しに関するデレドの主要文献を年代順に挙げております。でまずは、えー、このパーフジオガルパークトン、これがあの本日扱うものです。昨年出たばかりです。でそのうち、えー、こちらですね。 こちらの本も、えー、ものはあの単行本になっておりすでにあの翻訳があります。こちらはあの犠牲と許し第 1, 回1巻の第1回分にあの相当をしております。<laughs> で、えー、とポイントなんですが、これはあの序文でも書かれているんですけれども、獣と主権者、死刑、 そして今、犠牲といし利子というふうに、まあ、順番にさのぼる形であの講議録が刊行されています。で、えー、この犠牲といし利子から、だんだんとすでに刊行されているテクストが多くなります。<laughs> 獣と主権者、死刑というのはあのほとんど刊行されてなかったんですけれども、えー、本日の扱うテクストでももう半分ぐらいは、すでにあの単行本に収録されています。 というので、<laughs> えー、まず講義で、えー、と成果を、その成果を披露して、それで、あの、えー、それをあの講演講演会などで、とかシンポジウムで発表し、であの単行本化する、えー、そういうプロセスのものが、もうすでにあの多くなっております。<laughs> で、あとは3番目。3番目は、えー、これは、えー、っと、 デルデがイスラエルですかね、ホロコースト記念館で行ったあのインタビューになっています。これは翻訳されてあのネット上で無料で読むことができます。<laughs> そして、えー、と4番目、こちらがの第2巻になります。<laughs> でえー、ともうすでにあの来月の11月,来月,11月に、えー、あの発表さあの、えー、刊行されることになっています。<laughs> でえー、参考文献,の参照文献はヘーゲルですよね。で、えー、ユダヤ教。 <laughs> あとは、えー、南アフリカの問題 <laughs> などがあの扱われることになっています。なので、えーと、先取りして言いますと、第1巻では主にジャンケレビッチが参照され、南アフリカ、ショアの,ョアの問題です、ねえー、が扱われるのに対して、第2巻では、えー、ヘーゲルと,、えー、と南アフリカの、えー、真実と和解委員会の話があの扱われることになります。 でこの第2巻もあのかなりあの、えー、単行本として、えーあのえー、発表されております。でこれはあの増田さんが翻訳されております、えー、許し心理和解、そのジャナールーとは何か。これが、えーとえー、第2巻の,あの第1回にあの相当します。でこれはあのデリダの生前最後の,あのブラジルでの,あの講演になっています。<laughs> あとは、こ、えーえーえー、言葉に乗ってですか、ね、の中の正義と許し、ですかね <laughs> あとはこちらも日本語になっておりますが、告白する不可能なものを、あとは、えー、ラウンドテーブルがあり、あとは正規と許しですよ、ね、す <laughs> ねなどなど、す、え、で、ー、にあのいくつかの形であの部分的には、えー、出版を、えー、されています。<laughs> 日本語での参考文献です。で、えーとまあ、この,あの許しに関するあの、えー、研究って本当にたくさんあります。で、えー、と日本では、えー、特に鵜飼、えー、さん、高橋さん、森永さんですかね、かそれぞれ、えーとえー、単行本を出したり、あるいは積極的にさまざまな場面で、えー、政治的、社会的な発言を、えー、これをベースにあのされてきたんじゃないかなと思います。<laughs> で、えっ、ー、と、 あとは、佐藤圭介ささん、ん、えー、川口さんの、えー、議論があありますあとは現代思想ですかね。和解の政治学という特集が組まれまして、でこちらであのデリダ、ジャンケルビッチ、エドガール・モランの翻訳が、えー、なされております。<laughs> でこの辺で、えー、ともうすでに、えーと、このデリダの「許し論に関しては、あの日本語で十分あの紹介されているんじゃないかなと思います。<laughs> でえー、と本日の、えー、と講義録では、えー、とまだ紹介されていない部分ですか、ね、を、えー、と少し明らかに、えー、できたらなと思っています。<laughs> まずはデリダにおける許しのモチーフですで。なぜデリダが許しを扱うようになったのか、一応簡単に4点ぐらいにまとめてあります。まずは理論的なといいますか、側面で2つ。まずは贈与論との関係ですね。<laughs> で、えっ、ー、と、えー、贈与の問題とアポリアは、許しの問題とアポリアと、まあ、類縁的であるということを、えー、本人が言っております。で、えーそ、ポイントは何かというと、時間化の運動ですね。時間性。時間性に関係するというところがあります。<laughs> で、えっ、ー、と、ただ、えっ、ー、と、贈与と許しは少し違っていて、許しの場合には、 過ぎ去ることのない一つの過去に結ばれています。<laughs> つまり、許しはえ犯してしまった過去の過ち、罪を現在、どのように許すかということで、えー、絶対的な過去の事象にあの関わっています。<laughs> それに対して、贈与の場合には、普通はどちらかといえば現在に、現在かないし、プレゼントの減税線に一致させる、えー、贈与の経験。 ととななっってており、まあ、そここのアスペクトは少し違うところになっています <laughs> 時間を与えるの中でもすで、えー、にパ、えードンの章がありました。<laughs> 二,つ目二つ目はエクリチュールと許しの問題が深く関わっているということです。<laughs> でえー、とシルコンフェッションの中で、えー、人は何かを書くとき常に許しを請うというふうに言っています。 バラージュの中でも同じようなフレーズがありました。<laughs> 何らかの犯罪、冒涜、潜在する犠牲のために書くことでついに許しを請うのか、あるいは書くために許しを請うているのかという <coughs> 問いを宙づりにするべき。えー、過,去に過去に謝り、 犯した過ち,の過ちのために許しを請うのか、それとも書くことで過ちを未来へと生み出してしまうことで、えー、これからさらに過ちを生み出すことに対して、えー、許しを請うてるのかわからないんですけれども、まあ、ともかく、えー、書くこと、痕跡を残すことと、えー、許しというのは深くあの関係しているという、えー、意識が、えー、をデリダはあの持っています。<laughs> まあそれはあの痕跡を残した有責性、えー、といいますか責任ですね。であらゆる痕跡はあ宛先に届くかどうかはあの限らない。なので、えー、書いた途端、宛、えー、先には届かないかもしれない。許してほしい。というふうな、えー、そういう呼びかけをあのーえー含んでいます。<laughs> 一番デルダが挙げている極端な例では、ラブレターですね、えーと。ラブレターは秘密の手紙で、かけがえのないあなた。 に当てて書くんですけれども、そうしたラブレターでさえ書いたとたん、誰が読むか分かんないですかね。誰に届くか分かんない、間違って。なので、届かないかもしれない、許してほしいというふうな祈りが、そこには、直ちに、エクリチュールにま直ちに込められるというふうなことです。 まあ、これはあの我々ネット時代のにはあの、我々にはますます当てはまるあの実感なんじゃないかなと思います。そ,そんなに深刻にあのえ考えることでもないんじゃないかなとは思います。<laughs> 次は、えー、と歴史的なコンテクストです。でまずは、えー、と1987年にはハイデガー事件とドマン事件というのがありますえ。ここで知識人が犯した反ユダヤ主義の過ちをどうやってあの考えるのか。 許せるのか、許さないのか、<laughs> えー、彼らの思想,とくら思想と切り離して、えー、彼ら自身、に人間は、えー、人物自体はあの許すことができるのか、許せないのかというふうなさまざ、あ、まな議論が、えー、起こります。<laughs> で、えー、これは <laughs> と、メモアールですか、ねえー、を出版したときに、えー、国際哲学コレージでの書評会がありました。 そこで、えーこ,のえー、この時あの、ちょうどドマン事件もありましたので、えー、かなりの白熱した議論にあのなっています。<laughs> で、デ、えー、ュットマンがですね、えー、とデリダのメモアールに言及しまして、えーと、ドマンがユダヤ人問題の解決のためには、ヨーロッパから孤立したユダヤのコロニーを、えー、作るべきだというふうなことをあの示唆したものに対して、あのデリダがメモアールの中で、えー、これはゆる許し難い。 許しがたい暴力と、えー、混乱である、混同であるというふうにあの書いています。<laughs> で、デュットマンはこのフレーズに応答しまして、えー、ここで許せないと、えっ、ーえー、と、ドマンに対してあのデリダが許せないと言っているのはどういう意味かとあの切り込んでいます。で、えっ、ー、と、友の声、ですかね、えっ、ー、とあ許、許せないものを裁くためには、えー、あなたは友の声を聞く、えー、態度を中断する必要があると。 でこの中断というのは、友を退けるんじゃなくて、それこそが友に対する忠実さの証であるというふうな、とてもあの鋭い問題提起をしています。<laughs> で、それに対して、デリダがここに引用してあるあの応答ですかね、をしたわけです。<laughs> 非常にたどたどしいあの応答にあのなっています。で、一番最後は、えー、っと,ともかく、えー、許しという、えー、問題は私にとってあまりにも重大,で重大なあの事柄ですというふうにあの発言をあの締めくくっています。<laughs> ブナー・ピータースの伝記によれば、えー、ここ、これがはじ多分、えー、初めて出るなテクストの中であの許し得ないものというのが えー、主題化された、えー、時なのではないかと、えー、言っています。<coughs> 次、4番目。<coughs> 4番目は、許しの世界化ですか、ね <coughs>、グローバル化。で、えーとまあ、人道に反する罪から、えー、南アフリカの真実と和解委員会まで、さまざまな許しの場面、和解の場面というのが20世紀において <coughs>、えー、起こってきました。<coughs> それで、えっ、ー、と、 えっとこれは正規と許しですか、ねえー、の中で、えー、この90年代においては、えー、まさに、えー、許しが世界中で加速していると。で、えー、まあ冷戦構造が崩壊した後で、えーえー、っとで、ちょっとごめんなさい、<laughs> え世界中でさまざまな指導者、政治的、宗教的指導者が許しを求める場面があって、 でこれは何なのかというあの問題提起をしています。<laughs> で、これがのキリスト教的な許しをベースにしているので、まあ、世界ラテン化ですかね。キリスト教のグローバル化というので、世界ラテン化。そこにあの日本と韓国の事例もあるんだというふうに発言をしています。<laughs> というアクチャルな文脈ですね。はい でえー、っとこれぐらいがあのデリダが許しを扱っているあの、えー、主だったあの文脈じゃないかなと思います。それではあの第1回から見ていきたいと思います。<laughs> で第,1回ですね、第1回はすでに、えー、許すことというので、もう日本語にもなっています。であのデリダは各地で、えー、同じ原稿で講演をしています。参照文献を冒頭に入れております。 で一番根本的な問題なんですが、えー、許しにおけるあの誰と何というのが、えーえー、最もあの重要な問い、究極的な形態になります。まあ、これはあの、えー、特にデリダが提起したわけじゃなくて、まあ、伝統的な、えー、問題設定だと思います。罪を憎んで人を憎まずという形で、まあ、あの罪と,、えー、と人を分離する、犯罪と人格を分離する。 例えばそういうこと、そうすることによって宗教、えー、神をお許しください、えー。彼らは何をしているのか知らなかったのです。ということで、あの、魂の救済をそこで、えー、作っていく、その機会を作っていく。あるいは司法的には、えー、社会復帰の可能性ですよね。えー、処罰をすることで、えー、社会にもう一回復帰をする可能性を作っていくというのはあると思います。この場合には、えっ、ー、と、えーえー、人と罪というのが切り離されています。 誰が誰を許すのかというポイントで,、えー、であるならば、えー、犠牲者ですね、えー、特にあの、えーえーえー、犠牲者が亡くなってしまった場合には、じゃあ誰に対して許しを請うのかというふうな、えー、問いが出てきます。<laughs> 誰が代わりに許すのか。まあ、ともかく、この誰と何というのは、えーえー、とても根本的な問題設定になっています。<laughs> で、ここで、えー、とジャンケレビッチの2つの許し論が出てきます。<laughs> で、67年の許し。 というやつと、あとは71年の許すことというふうな2つのテクストです。で、この2つのテクストは全く異なるタイプのテクストになっています。で、えー、1つ目の67年の方は、これはあの哲学的な書物になっておりまして、えー、とてもあの冷静な筆致であの書かれています。で、えー、いろんなあの許しに関するあの問題があの提示されています。<laughs> で、えーと、こちらのえと71年の方は、 えー、もっと論争的なあの、えー、辞表的なあのテクストになっています。で、えーっとえー、スタイルもあの大変激しいあの挑発的な文章になっています。日本語ではちょっと驚くべきことにこちらの翻訳がないんですよね。で、えー、こちらはあのこちらの本は現代思想で部分訳があるんですけども、これはもう早く翻訳された方が本当にいいと思います。<laughs> でえーとえー、こちらの71年の方は、えー、1965年5月でナチス・ドイツの犯罪の時効というのが、えーえー、確定するので、それをどうやって延長するのか、えー、そして時効を不適用にするためにはどうしたらいいのかというふうなあの議論があの起こってきます。えー、なので、えー、とジャンケレビッチも,、えー、もうゆる許してはいけないと、えー、ナチスの犯罪をここで。えーキャ なかったことに、えー、できるはずがないという非常にあの怒,り怒りに満ちたあの文章になっています。<laughs> で、有名なフレーズですね、許しは死の収容所の数々の中で死んだというふうな、えー、表現を使っています。<laughs> で、その理由ですが、えー、対称性、相互性の論理ですかね、えー、相手か、犯罪者が許してくださいと言われるときに、えー、可能。 あとは人間的な尺度ですね、怪物的な悪を許すことはできない <laughs> というふうな、えー、条件、えー、をつけるわけですよねで。この条件に当てはまっていないので、ナチス・ドイツの犯罪は許すべきではない、時効にかけてはならないというふうな、えー、ロジックになっています。<laughs> で、これに対してあのえ、デリダが、えー、っとこの総合的なエコノミーを超えて、許し得ないものを許すときにこそ、 許しはその意味を獲得するのではないかというふうなテ、えー提示を出して、えーまあ、これがあのデリダのテ、えー提示になっています。<laughs> ですから、えーと、これと真逆ですよね。対照的ではなくて非対照的。人間的な尺度ではなくて、人間的な尺度を超えている。それを人間的な尺度を超えて許すというふうな、えー、これとあの真逆のロジックになっていると思います。<laughs> で、えっ、ー、と、許しをめぐる問い、さまざまあります、えー。日常的な意味とあの深刻な意味。これはもうフランスに行かれるとわ、えー、かるんですけども、まあ、あの、パ a r というのは本当に日常的に使われる軽い言葉でして、すいません,んですよね、えー。それに対して、えっ、ー、と、えー、罪滅ぼしをする、えー、許してください。えー、まあ、両方の意味があります。<laughs> あとは事実確認と行為遂行。あとは個人と集団ですね。えー、の問いが、 あって、その言語表現は複雑です。<laughs> あとは人間なのか、神なのかというふうな、えー、そういった問題があると思います。<laughs> で、こちらですかね、こちらが、えー、多分よく引用される有名な、えー、箇所だと思います。<laughs> で、えー、許しがあるのはただ、えー、許し得ないものによってである。<laughs> とということですねで。ポイントは、えー、とその条件付きの許しと無条件的な許しなんですけれどもそれは異質であると同時に、えー、分離不可能なままであるというのが、えー、マデリナの,あの、えー、相変わらずいつも、えー、主張しているあのロジックになります。<laughs> でえー、と無条件な許しというのは、えー、不可能なものですかね。あのハイフンを入れてあの、不可能なもの。これはですから、可能不可能といった通常の対立。<laughs> だから、ここまでの条件をつけたら可能で、ここまでの条件が守れないんだったら許せないよというような、えー、許せる許せないというあの通常の意味での、えー、と対立があります。そうではなくて、その条件付きの 許せる許せないという尺度を超えた、えー、異なる仕方でということで、えー、ここにあのハイフンがつけられています。<laughs> で、えーと、このデルダの許し論への疑問というのはたびたび上がってきました、えー。まずは佐藤さん、無条件的許しはあまりに簡単に条件的許しと混同されて、その無条件性を失ってしまうのではないだろうか,ですか、ね。<laughs> これは私はあのイエス、単純にイエスでいいと思うんですけれども、でえーっとまあ、デルダが言っているあらゆる無条件、すね無条件の艦隊、無条件の許し、無条件の大学、これは常にやっぱりあの、えー、その条件を通じてしか減少しないので、えーね、もし許しが可能だとすれば、その不可能な状況を考慮し、引き受けて、まあ、耐え忍ぶ必要があると。であくまでもこの,あの えー、条件的な許し、えー、とともにあの、えー、この無条件の許しというのは、まあ、減少してくるので、まあ、これは混同されるっていうのはあの、えー、分離不可能であるっていうところで、あのー、それはその通りなんじゃないかなと思います。<laughs> そもそもデルダ自身がどのようにアポリアを思い描いたのか <laughs>、そういったあの無条件性という、ね、あの人間の尺度を超えた、人間の能力を超えた、無条件的な許しという、なんかとてもあのミスティックな。 神秘的なあの振る舞いを、じゃあデリタはどういうふうにあの着想したのか,ですか、ね <laughs> まあ、そんなに特別な力があるのかというかね、あのそういったことなんですけども <laughs> えっと、まあわ、私が単純なだけかもしれませんけども、まあ、でもあのデリタのロジックをたどっていけば、えー、こういったアポリアというのは結構誰と 誰もが腑に落ちるというか、理解はできなくても、腑に落ちるあのロジックをあの持っているんじゃないかなと思います。あ <laughs> とで見ますね。で、えっ、ー、と、無条件の許しというアポリアを想像するためには、それにふさわしい図式を用意する判例、何かモデルケースのようなものが必要じゃないかというわけです。<laughs> で、それがあのデリダには書ているじゃないか,か、ね。まあ、成功例といいますか。<laughs> で、えっ、ー、と、 まあ、あのデリダは、えーは具体的な判例ですかね、あの実例 <laughs>、まああの、それは、まあ、しかし常に提示しているんじゃないかなと、ちょっと私は思います、まあ。さっきのショアの例でも、南アフリカの例でもそうですし、えー、特にこの,この講義録があの出ることによって、特にあの文学作品ですね、文学作品の中にその判例が、えー、をあの、えー、うまく描いているところは、えー、あるんじゃないかなと思います。<laughs> 次,次は、えー、デレドの主張はローカルな視点、経験的営みを実践に移す、えー、試みが欠如している。つまり世界,世界ラテン化とか、えーえー、とても普遍的な主張で、そして、えー、理念的無条、無条件的な許しというのはとても理,理念的なものじゃないかというふうなあの、えー、コメントもありました。<laughs> あとは川口さんのコメントもありますね。 えとじゃあ、これを置いといて、ちょっと、えー、話を進めます。で、えっ、ー、と、本、これまで、あの、ゆ、えー、しですかね、デリダンの許し論は、あの、たくさん書かれていたんですけれども、えー、今回の交有録が出ることによって、犠牲の問題ですね。と、あのセットであの考える必要があるということが分かってきました。これ、あの、パージューなんですけれども、<laughs> で、えーと、偽りの先生、先生違反、不実というふうな意味があります。<laughs> ジュレがあの誓う約束する、して、これは法に関わる言葉です。<laughs> で、デリダは、アップジュレとかアンジュレとか、このジュレを伴うあの動詞を結構意識的に使います。で、これは、えー、裏切りとか、嘘とか、虚偽証言とか、 まあそういったものに近い表現です。<laughs> 反対の言葉は、ラフ foi j ですかねとか、近いとか、まあ、こういったものが反対の表現になっています。<laughs> で、えーと、例えば、えーと、UI のポリティクスでも出てきておりますし、レビナス論ですね。<laughs> でもあの、この犠牲という問題がすでにクローズアップされています。 でそこで、純超越論的、あるいは根源的な、さらには全根源的な犠牲の進級というふうな表現がなされています。<laughs> これは、えっ、ー、と、アディーの最初の方なんですけれども、<laughs> 迎え入れの言葉の方かな。はい、で、えっ、ー、とで、ここでの議論なんですけれども、<laughs> ここで、あの、顔、他者の顔ですかね。 えー、レビナスにおいてあの、他者の顔を迎え入れるというふうなあの議論があります。その時にあに倫理的な純粋さ、他者への応答責任というあの倫理的な純粋さが問われることになります。でそこでは、えー、言葉以前の,あの先生、誓いですかね、言語以前の,あの誓い、約束というのが純粋な形でなされる。<laughs> でその後あの第三者ですか、ねえー、司法的、政治的な次元というのがあの、えー、他者との間にあの関係をしてくる、まあ。その場合、正義と言っていますけれどもで、他者の対面がもたらす暴力を回避するために第三者、正義が介入をしてくる。その段階で、えー、とこの他者への純粋なあの誓いはすで、えー、にあの不実なものになっているんじゃないか。 ということでこ,こであの犠牲の問題ですかね。<laughs> 正義はこの犠牲とともに始まる。<laughs> という、えー、位置づけがあのなされています。<laughs> それで本講義なんですけれども、<laughs> 本講義も、えー、単に許しじゃなくて、やっぱりあの犠牲と許しとあのこの2つがをあのセットで、あのペアであの考えるべきだと。 デルタ自身は言っています。この犠牲なんですけれども、2つポイントがあります。1つ目。いかなる過ち、いかなる犯罪、許しを与えられるべき、許されるべき、壊れるべき、あらゆるものは何らかの犠牲です。いかなる過ち、いかなる悪も、まず犠牲なのです。 まあ、ルールを守らないことですよね。で、いくら約束しても、それを破ってしまう、嘘をついてしまうということ。まあ、これが、あの、過ちや悪の短所であるというわけです。まあ、これは、あの、わかりやすいことですね、嘘つきは泥棒の始まりじゃないですけれども、まあ、法の下で約束できない人、約束しても破ってしまう人というのは、えー、これやっぱり、あの、何らかの過ち、悪をもう一回繰り返し、 犯してしてまうしまいかねませんそんな人を許すことはできません。そんな人が許し,許してください、もうしませんからと言われても、えー、その反省の誓いを破る気配がすれば、えー、許すことはできません。本当の許しを与えるためには、えー、本気の誓い、本気の約束があの必要です。<laughs> というふうに、えー、とある条件が、えーあのえー、そうですね、えー、この一つ目ですかね、えー、犠牲とあの許し、約束と許しの関係は、わ、えーまあ、かりやすいんじゃないかなと思います。<laughs> で、2つ目、二つ目があのデリデが言っているアポリアなんですけれども、えー、犠牲とは偶有、えー、的なものではないと、<laughs> じゃなくて、 犠牲はあらかじめ約束や誓いの構造などなどの中に使命として組み込まれているということで、すでに誓い、約束をした段階で、それを破るかもしれない、約束が守れないかもしれないということを、あらかじめそのアポリアをはらんでいると。 えーまあ、デルダ言ってるところが、あのーえー、ちょっと、あのー、根本的な、ラディカルなところになります。<laughs> たまたま破るんじゃなくて、約束をする時点で、誓いをする時点で、それが破られるかもしれないという可能性を最初からはらんでいる。<laughs> それでもなお約束を守る。それでもなお誓いを守るということになってきます。<laughs> はい。<laughs> でえー、とこれがあの第1回目の、えー、要約ですね <laughs> で。次は第2回目ですね。第2回目もすでに、えー、と本出版されておりますで、えーと。ベニスの承認論になっています。<laughs> でここで、えー、と <laughs> 慈悲ですね。というテーマが出てきます。<laughs> で本講義で、えー、許しと区別して、 えー、それにあの、えー、類縁した言葉が、えー、たくさんあの論じられて、えー、います。和解、えー、と,とか慈悲とか、えー、改春とか、償いとか、恩赦とか、さまざまな、えー、と類似した言葉が出てきます。で、えーとまあ、デリダは、えー、許しですか、ね、タードンをそれらすべての、えー、と言葉とは、えーまあ、切り分けて、 えー、それを中心的に、えー、核として、えー、論じようとしています。<laughs> だから逆に言うと、あのー、他の言葉の際はちょっとなおざりにされているところがありますね、えーと。慈悲とじゃあ和解はどう違うんだとか、恩、え、赦、ー、と,とじゃあ償いはどう違うんだとか、それ以外の言葉の際はあまり突っ込んで論じられてはいません。あくまでも許しとそれ以外の言葉という対比が。 を、えー、とてもあの、えー、ドラスティックに、えーえー、比較がなされています。<laughs> でここではあの慈悲なんですけれども、えー、ですね。<laughs> でえっ、ー、とえーえー、もともと語源的にはえっ、ー、と報酬総合総総合エコノミーからあの来ているよとか、あとは許しと祈りというのが似たものであって、えー、それは、えー、正義よりも正しく 法権利の彼方にあるものであるとか、まあ、そういった、えーとえー、分析が、えー、とベニスの証人に即してなされます。<laughs> で最後のところなんですけども、<laughs> 翻訳の問題ですね。<laughs> 地上の権力が最も神の権威に近づくのはまさしく慈悲が正義を和らげるときというふうな、えー、言葉を翻訳しています。でデリダは、えー、とここを コンルパーダンホレーブラジュスティスというふうに翻訳して、あのシーズンをホルベとあの翻訳する言葉の提案をしています。で、あの3つぐらいのあの理由があるからですかね。で、まずはあの味を引き立たせるですかねという意味。で、正義がさらに良質な味になる。味の問題ですね。 え次は引き上げるですね。でこれはあの情報への運動ですかね。人間を超えた次元へと高めるというふうなあの垂直な運動です。<laughs> 3番目。3番目はあのフルベというのがちょうどあのヘーゲルのアウハイブンクの,あのフランス語の翻訳に、デリダの翻訳語になっています。なので、えー、とヘーゲルの、えー、キーワード。 を使えー、ここにあの盛り込むことができるからですか、ね。<laughs> それで、えーと、許しとは使用であり、その本質においてアウフヘイブンクです。<laughs> で、私たちは許しの歴史における弁証法的使用、弁証法的エコノミーの必然性と困難さに至るところで出くわすのですというふうに、えー、言っています。<laughs> で、えーとまあ、あの許しは、まあ、許しとか和解とかっていうのは基本的にあの弁証法。 だと思います人間の歴史においては。で、あのね、過ちを犯して、えー、あなたは過ちを犯した。でも、十分に反省した。だからこそ、私はあなたを許す。私たちは和解し合える。という弁証法ですよね。これは自分に置き換えてもいいですよ。私は失敗を犯した。でも、えー、だからこそ、私は、えー、自分自身を、えー、もっと、えー、より良い人間へと高めることができる。 基本的にやっぱりあの許しとか和解というのはあの弁証法だと思います。<laughs> ある条件のもとで、えー、段階を経て、えー、より肯定的な方へと物語が進んでいくんです、ね。<laughs> で、えーとまあ、デリダ自身は、えー、この,あのヘーゲルの,あの、えー、アウヘーブンクのロジックに即したあのし許しの。 と和解の、えー、プロセスですかね。まあ、それとは違ったあの問いをあの立てようとしております。でと第1巻で,ではあまり論じられて、ほとんど論じられてなくて、第2巻ですかね。第2巻の第1回、第2回、第6回と3回に分けてあのヘーゲルにあの言及されているようです。<laughs> 次は、えー、と第3回ですね。<laughs> えと第3回目では、えー、許しを継承するための自然的な条件が挙げられています。<laughs> あ一応お断しておりました。これ、あのレジュメ、すべてを網羅しているわけじゃないので、えー、あの本当にあ,のある部分の抜粋ですから、あのえー、これ全部をあの抜粋しているわけじゃないです。<laughs> でえー、と1つ目、3つぐらいあの挙げられております。<laughs> で自分が帰属する文化や言語によってよるあの最小限の,あの事前了解というのがあの必要だですか、ねえー。同じ価値観を共有していないと、えー、許しそのものが、えー、難しいんじゃないか。<laughs> あるいは、えー、そういった合意がない場合でも何らかの理解は、えー、あるのではないか。なぜならそれは悪の何らかに関する経験だから。ですかね <laughs> えとまあ、翻訳の問題ですよね、えーと。南アフリカの真実と和解委員会を論じるときでも、えー、これはあの言葉遣いがあまりにもキリスト教的ではないだろうかというふうなあの議論がありまして、えー、デリダもあのそこをあの、えー、問題にしたりあのしております。<laughs> 次は記憶と忘却の問題ですね。<laughs> 伝統的に見て、許しは忘却であってはならない。許しがいかなる忘却とも相いれない純粋な状態であるためには、取り返しのつかない悪,悪の記憶は全面的に記憶され、活動的な現前の完全性において保持されなければならないという問題があります。これはの冒頭で見たアポリあの時間性の,の問題ですね。で、えーと、回春とかあがないは、 えー、つまり、悪人が犯罪を犯して、えー、心を入れ替えて、えー、と善人になるわけですよね。少なくとも悪人ではなくなるわけです。で、その人を、えー、許したところで、まあ、それはあの本当の許しとは言えないわけです。えー、もう別人になってますから、す <laughs> べて過去のことを忘れて、今目の前にいるあなたは、もう心を入れ替えた、全くの別人だと。 罪を犯したあの当時の犯罪者とは違うと。だから許しますというふうなパターンはあると思います。で、デルダが考える許しというのは、その悪を悪のままにしておくと言いますか、悪人を悪人のまま許すということになっています。なので、変形しない許し。何も変わらない。 えー、過去の状態が変わらない、すべてが完全に減善している、悪が、えー、十分減善している状態で、その人を許すということになります。<laughs> なので、それは記憶がない記憶ですかね。<laughs> こんなところですね。 なので許し、ここには許しが持つある種の狂気というのが、えー、認められることになります。<laughs> 記憶されることなく、ありのままの状態で残っている過去の出来事をそのままの状態で許すことができるかどうかというのが記憶と忘却の試練になります。<laughs> 次は価値評価の継承ですね。<laughs> でえー、それぞれの文化において、えー、許しの、えー、価値評価が継承されてきました。で、えー、と本書では特に、えー、と3つの刑事宗教と、えー、古代ギリシャ文化というのが、えー、触れられます。<laughs> で、えっ、ー、と、これは、えー、ダニエル・オブリオだったかな。 後で出てきますが、ダニエル・オブリオの古代ギリシャにおける許しに関するいくつかの考察というテクストが主に参照されます。で、あの、えー、っと、端的に言うと、えー、っと、あそうですね。で、オブリオは、えー、っと、古代ギリシャ文化においては、あの本当の意味での許しはない。違う言葉あるんですけれども、えー キリスト教的な意味での許しというのは古代ギリシャにはないんだということで、えー、この3つの刑事宗教と古代ギリシャというのは、えー、許しという点に関してはあの分離します。それに対して、えー、デリダは、えーまあ、簡単には分離できないというのが、まあ、彼の立場ですね。聖書コーランの文化とギリシャ文化は、えー、と純三角形ですかね。 という、まあ、つかず離れずの関係といいますか、えー、聖書コーランの、えー、ユダヤ、キリスト、イスラームという三角形があるとしてあの、ギリシャ文化を付け加えて四角形だというつもりはないんですけれども、ただ、えー、ギリシャ文化がそこに、えーまあ、亡霊のようにといいますか、そこと、えー、クロスあの交わっている、えー、許しの概念を共有しているところはあるんじゃないかということで、えー、この両方を、えーのえー、純三角形の 関係をあの問うています <laughs> で、えーっと、その問い方なんですけれども <laughs> 食材回収上がない和,和解といったモチーフで許しのも、えー、要求と矛盾しこれをダイネシスエコノミーのり、えー、論理エコノミー、えー、崇高な高知を、えー、聖書コーラン伝統のうちに あくまでも追求し続けることというのですで、えー、に聖書・コーランの伝統の中に、えー、この両方、えーですかねえーと、和解と許しが矛盾するポイントがあるんじゃないかという、まあ、脱構築的などッかですかね <laughs>、えーでえー。あとは聖書・コーランの許しとギリシャ文化はさほど対立ではないんじゃないか。 という、両者が交わるポイントですかねを、えー、探ろうとします。<laughs> で本書ではあの、のプラトンの消費ピアスかな、えー、の中に、えーっと、神に対するあの許しの訴えというのがあのちゃんと表現されてるんじゃないかとかですね、そういうテクスの即して、えー、ギリシャ文化の中にある聖書コーランタイプの許し、えー、許しの呼びかけを、えー、扱っています。<laughs> あとは、えーとえ、一般的な問いですかね、えー、能力に関係するのかどうか。で、ジャンケレビッチ・アーレントは、えー、やはり人間の能力にの範囲内で許しが考えられていると、えー、批判されております。次は第4回ですね。<laughs> 第4回は、えー、これは、えー、と死を与えるに入っている、一番最後に入っている秘密の文学にほぼ、 同じものがすすでに、えー、出版されていま死を与えるの前半部分は、これは1990年の、えー、テクストになっていて、98年1月に、えー、この講義録で、えー、論じられて、それで秘密の文学という形で、えー、99年に死、えー、を与えるがあの完成するということになります。なので、まあ、あの8年、9年ぐらいのタイムラグを置いて、 この許しに関する解釈を付け加え、それを文学と関係づけることでえ主を与えるという一冊の本があの成り立っていることがわかります。<laughs> で、えーと、ここで、えー、と扱われるのはあの遺作貢権ですね。<laughs> で、えーと、言おうとしな,いしないことを許してください。パラドン ne pas ディア l o r d i r という表現文とも祈りとも要求とも見分気がつかない表現その秘密というのが、えー、キーワードになります。でこれは、えー、アブラハムが心の中で、えー、発したかもし、えー、れない言葉という、えー、ふうに、えー、し言われています。で、えー、とこの場合にポイントなんですが自分が知っている事柄 明かされるべき真実を隠し通すことではなくて <laughs> 自分が知らないこと自分にとって秘められたことを秘密にしておく権利経験というのが、えー、<laughs> あの重要視されます <laughs> まあ秘密というのはあのーねあのー、何かを知っていてで何かをあの隠しておくで明らかにするというふうに えー、ある対象を知っていて、それをあの隠す、明らかにする、えー、目に見えないようにする、目に見えるようにするというのが、一つあの、えー秘密に関す、秘密の,あの定義づけじゃないかなと思いますで。そういうことではなくて、そもそもあの自分が知らない、何を秘密にするのかを知らないとういうことで、えー、これはあの秘密の秘密ですかね。<laughs> 自分が理解していないことをあの秘密にしておく。<laughs> えー、という経験になります <laughs> でこの,あの秘密の秘密というのがこの遺作貢献の核心にあるというわけです。でこれは絶対的な得意性を尊重すること私を唯一のものに一方にも他方にも一者にも他,方他者にも結びつけその両面にさらすものの、えー、無限の分裂を尊重することです。<laughs> この場合の秘密は、ですから、えー、一方では神の命令ですね、一人息子を、えー、サクリファイスに捧げなさいという神の命令に応えるのか、それとも、えー、かけがえのない一人息子を助けるのか、というこの、えー、一方と他方に、まあ、どちらに応答すればいいのか、どちらにごめんなさいと、許してくださいと言えばいいのか、その理由がわからないまま、えーえー というまあ、そういったあの経験に、えー、なっています。<laughs> なので、えー、このことを、えー、とえ言おうとしないことを許してください。まあ、他人に、えー、と秘密にしておくんですけれども、そもそも、えー、自分が、えー、理解していないし、それを他人に、えー、言わない。アブラハムは沈黙を守ってあの誰にも言わない。そのことを、えー、この言おうとしないことをしないことを えー、許してくださいという表現であの語っております。<laughs> でもちろんあの他人に語ったとし,たとしても、まともには受け取られないので、このブルワーディアを意味すると解釈するならば、えー、意味しないことを許してください、えー。いくら説明しても意味が通る説明にはならないので、えー、意味のあることを、ね、あの話せない、えー、ことを許してください。私にも,私にも分からないんです。 とということになりますで、キルケゴールの解釈なんですけれども、えー、キルケゴールの解釈は、えー、とこの恐れとののきの冒頭の第三楽章でちょうど、えー、沈黙と秘密が許しの主題と関係づけられるところがあります。で、えー、ここに、えー、デルダはの着目をしています。 で、アブラハムは神に背いたことではなくて、神の不可能な命令に従ったことに対して許しを請うています。で、神にあまりに忠実に従った点で許しを求めています。で、そのことは、人に息子を犠牲に捧げることで、信仰や制約のよりどことになる未来そのものを終わらせようとした点で、えー、神に、えー、とんでもないことをしたと。神と契約を結んだ選ばれた民である ユダヤ民族そのものの未来を、えー、私は、えー、と台無しにしようとした。まあ、それは不可能な命令なんですけどもね、不可能な命令なんですけれども、えー、それをあえてやろうとしてしまった。えー、それを、えー、その、えー、許せないことを、えー、許そうとあの、えー、します。<笑><笑> で、えー、どうあが、えー、いても、どう許しの誓いを立てようとも、えー、常にすでに、えー、と犠牲の方が古く、えー、長続きするかのように、えーえー、です <laughs> いくら、えー、許しをこうても、どうあがいても、まあ、許されないものが、えーあ,らかじめえー、あらかじめ存在しており、それに対してはまあどうしようもないような状況であるということですね。<laughs> で許しえないものに対する許しの嘆願は、ですから、過去の過ちを解消することはできません。そうではなくて、許せない状況というのが、えー、ずっとあの続いていくような、えー、状態に解消されないまま、えー、継続されることになります。<laughs> で、デリダが導き出す絶対的なあの原則なんですけども。<laughs> でえー、ここでは、えー、とキルケゴールによる普遍性の説明ですかね、えーと、社会的なものが介入する余地がない、神とアブラハムの単独的な関係、単独的な二者関係が、えー、設定されています。<laughs> でえ沈黙を守ってあの、誰にも何も言うことができない、言語化することができないので、えー、ますます、えー、と純粋な状態にあの置かれています。<laughs> で一方で、神によるイサク封建の命令をアブラハマは知っていて、えー、イサクをサクリファイスさげるということを知っていて、まあ、一方では共有しています。まあ、それにあの能動的に答えようとします。<laughs> 他方で、その理由や意味は分かりません。えー、その、えー、意味は何なのか分からないまま、えー、神のその秘密、まあ、神の意図ですね。神の意図を共有しないまま、 それを誰にも言わないまま、なぜそんなことを命令されているのか分からないまま、それを、えー、守っていかなければいけない。えー、っと、この、えー、っと、えー、構造が、えー、っと、予部ですかね。まあ、予部も、えー、不幸には、えー身に、身に降りかかってくるさまざまな不幸には、もう能動的に反抗するんですけれども、でもその意味は分からず、 ひたすら受動的に、えー、翻弄されるしかありません。<laughs> 最後に神が出てきて説明するんですけども、ヨブの場合はね。で、えっと、アブラハマの場合はその最後の説明はなく、えー、終わってしまいます。彼は二重の秘密を守りながら、えー、決断の、えー、受動的かつ能動的な責任を負わなければいけない <laughs> という、えー、状況に、えー、なっています。<laughs> なので、えーっとまあ、この場面ですかね、えー、この場面が、えー、許し得ないものを、えー、抱えながら、しかもあの言語ですかね、言語を介して、あの第三者をそこに介入させる契機、えー、もないというので、あのーまあ、純粋な場面といいますか、えー、許し得ないものを、えー、許す、えーえー、そういったあの限界状況の、あのー あらゆる条件づけ、あらゆる第三者の、えー、言,語と言語なり、まあ、社会なり、司法なり、あらゆる第三者が介入しない、あらゆる条件づけに影響されない無条件の許しの一つの,あの、えーえー、と限界状況になっていると思います。<laughs> 第5回なんですけども、第5回もあの慈悲 があの取りり上げられておりますで、えーと、慈悲、えー。許しの問題を扱うにあたっては必ずあのキリスト教の,あの伝統とあの対決をしないといけないんですけれどもえ特にあのこの第5章はボードレールを扱うことによってキリスト教の慈悲と、まあ、どういうふうにあの対決をするべきか。 という、えー、試みをやっている気がします。<laughs> で、えっ、ー、と慈悲という言葉はえキリスト教的な伝統にあります。で、えっ、ー、と慈悲は、えー、その問題系はあのさまざなあの作家思想家に取り上げられています。 で本講義、えー、本,講本第5回では、えー、シェイクスピアやボードレールがあの取り上げられます。<laughs> でまずは、えー、とボードレールの祝福ですね。<laughs> 悪の花の最初の方に載ってある詩です。でえー、とこの詩では、えー、詩人の母が 自分の腹が食材を揺したことを受訴して、妻の方は広場で軽蔑の言葉を唱えて、詩人の真っ赤な心臓を地面に投げつけようと訴えます。詩人は、倦怠、恩乳に落ち込んだこの世界では理解されないんだけれども、神の不純さと苦悩こそが、聖なる欲望を教者たちに用意する、最良にして最も重粋な本質であり、慈悲の神は最終的には、 えーえー、と詩人を救い,救い出すだろうというふうな、えー、構造になっています。で、三人書で書かれておりますが、えー、書かれているんですけれども、まあ、この詩人が、えー、ボードレール自身である、えー、というわけです。まあ、ボードレールはこの詩作を通じて、この詩人に同一化して、えー、神の自死を引き出す、えー、という仕組みになっています。 で、えーと、イエス・キリストの樹南ですかね、パッションと同じような、えーに,えー、に似た表現で、詩人が最終的には救われるということになっています。<laughs> で、ここで、<laughs> えー、彼が、あのー、ちょっと変わった表現を出していて、それがクワジ・パードュノンスですかね、という、ちょっとやまともに翻訳できないんですけれども、 えーまあ、一応純シャクメント、純釈明ともう苦し紛れにしました。<laughs> でポイントは中動体ですねで。ディフェランスとか、あとはエマンスとか、この,の、えー、RNCU であの中動体のニュアンスをあのデルダは、えー、出すことがあります。<laughs> でえー、この場合にも、えー、と中動体のニュアンスですか、ねえー、をあの出しています。<laughs> で、この quasi-pardonance という表現によって、通常の pardon、ね、通常の許し。誰かが何かに対して、えー、誰かに許しを与える、許しを乞う。人が何か、何らかの過ちに対して、誰かに許しを与える、許しを乞う。まあ、そういった枠組みとは違った、えっ、ー、と、 許しの可能性、形みたいなものをちょっと提示しようとしています。<laughs> で、えー、っと、そこでは許されるべき有罪者も許しを与える犠牲者ももはや減善しない。生き生きとした現在においてもはや現,現存在しないところで自動的にほとんど機械のように何らかの許しを再生産し得るテクストにおいてこのキャジパードナンスというのが えー、という効果があの生,じる生じると、えーまあ、彼は言っています。で、試作ですかね。<laughs> において。<laughs> で、えっ、ー、と <laughs>、まああの、デリタ自身はあの、の許しと告白を。えー 同じ構造を持っているというふうな、えー、ことを言っているところもありますけれども、<laughs> まあ告白の場合であれば、あの誰かが何かを誰かに対して話しているのか、それを知っているのであれば、まあ、出来事というのはないわけです。で、えー、それは単なるあの報告、あの出来事の報告であって、告白という、告白するというあの出来事ではないわけです。<laughs> それと同じように、えーと、誰かが何かを許すという通常の意味での許しではなくて、えー、ここにありますね、えー、と許しを請、えーえー、うもの許しを与えるものその両者がもはや厳善しないところで、えー、作動する、えー、ものというのが、えー、ここではあのキャジーパードノンスという中道体で、えーあえー、考えられているあの事態になります。<laughs> でえー、とあともう一つのポイントはテクストですね。テクスト。えー、ボードレールは、ですからこのテクストに、えー、自分の,あの許し、えー、をあの委ねているということですね。テクストが、えー、何らかの許しの出来事を引き起こすように仕向けるというところがあのポイントだと思います。<laughs> なので、えーとまあ許しとエクリチュールですかね。許しとテクスト。テクストの中で神が詩人,詩人,、えー、が詩人に許しを与える。<laughs> ボードレールがいなくても。という、えーそ,このえー、その側面を、えー、とデルタはのキャジィ・パードナースというふうにあの読んでいます。<laughs> これちょっと間違っているあの例えかもしれないんですけども、テクストが自動的に いわばほとんど機械のように何らかの許しを再生産する。そういうことはやっぱりあると思うんです。<laughs> で日本で言うと、95年に村山談話という、あのー、心からのお詫びの,あのテクストが、あのーえーえーえー、書かれました。で、えー、とこのテクストはい、えー、わばもうそれ以後、あのー、私たちの、えー、と戦争責任に対するあのお詫び、 まあいる人は言,います言えないかもしれないけれども、この、えー、お詫びを、まあ、自動的に反復、再生産しております。で、必ずあの8月15日になると、えー、安倍首相は、えー、村山談話を踏襲した、踏襲しなかったというふうな、まあ、そういうふうな、えー、ことがあの話題になります。で、えー、我々としてもあの、えー、村山談話があるからといって、えー、それではもう自動的に、えー、お詫びが反復されているからといって、 えー、そこで安心していると、えー、本当のお詫びじゃないじゃないかというふうに批判があの来,る来ると思います。なので、まあ、あのテクストが、えー、その当事者を抜きにして、許しを再生産するということは、あのえー、一つ、この,あのキャヴィ・パードノースという表現で考えると,とてもあの興味深いあの現象じゃないかなと思います。<laughs> でそのことをあの、えー、とデリダは、 えー、最後にドマンの表現を書いてあのテクスト出来事テクストという出来事テクストが出来事を引き起こしていく機械のようにという、えー、ところに、えー、注目もしています <laughs> でえー、っと <laughs> あとは、えー、読者へ、ね、これ、あのーえー、悪の花の序文の最初のところにあるんですけども、えー、それをあの分析もしています。<laughs> 論点は2つありまして、<laughs> ね、ここで、えーっとまあ、ボードレールは <laughs>、キリスト教的な、あの精神主義的な、えー、許しをあの批判をしています。<laughs> で、えー、っと、うん それは何かえ許しを神の慈悲によってあの理想化、精神化する、美化しているんじゃないかというので、まあ、それはあの批判をしていますで。批判をすればすればえす,するほど、えこの、えー、神を冒涜したことについて、えごめんなさいと、えー、許しを請う,うことになって、まあ、あのその無再現の交代をあの強いられることになります <laughs>、まああの。神を批判しようが、冒涜しようが、えー この神に対してあ、えー、批判して、えー、申し訳ないというふうなこの有罪性というのがあの自動的に決まっている循環の中に、えー、いるわけです。<laughs> でそこから、えー、もう、えー、現象的な有罪性はじゃあ180度ひっくり返すと、えー、私はじゃあ、えー、もう、えー、無垢なのではないかというロジックもあの真逆 のロジックもンの出てくるというふことをここで言っています。<laughs> で、例えば二言ですかね。<laughs> それでえっ、ー、と二番目、<laughs> でそういったえっ、ー、とキリスト教の精神主義的な許し、計算族の許しですかね。神に許してもらう。こうやれば許してもらえるだろうというふうなえー、そういった、えー、回収や許しよりもまあ、もっと悪いものがあるんだと。でそれが。 えーそ,えー、そういった、えー、許しが自動的に中立化していく、許しと非許し、責任と無く、性、え、質、ー、と犠牲というのが、もうほとんど等価になって、凡庸化していく、両者の間の、えー、緊張も、えー、ドラマも全くないような状態ですか、ね、どちらでもないような叱感し,した状態、えー、それを、えー、ボードレールは、倦体と名付けて、えーまあ、呪っているのではないか。 ですね <laughs> ね、これはデリアの,あのちょっと大胆な表現ですが収容所以前,以前にすでに許しは死んでいるじゃないか,か、ね <laughs> えー、と、えー、語っております。<laughs> でこの,あの退屈の問題は「えっ、ーと,えーと,えー、と,と主権者のあの」の第2巻でも扱われますけれども、まあ、かなりあの早い時期にあの着目されていたということがわかります。<笑><笑> でえー、っと許しに関する常套句の3つの事例ですかね。<laughs> でえー、ここであのえ脱構築的な読解というのがな、えー、されていますで、えー。一般論ですかね、えー。許しは忘却ではないし、忘却であってはならない。混同されてはならない。という一般的な、えー、提示があるとして、えーでえー、その決定不可能な境界線というのが まあ、あるとすればあのどこにあるのかということをがあの示されています。<laughs> で、暴却を別の形、悪の緩和を別の形で考えると、暴、えー、却と許しの、えー、決定不可能な、えー、経験というのもあるんじゃないか。<laughs> 許しは弁解ではないだろうか。<laughs> えと許した弁解の違いというのも、えー、このテクストであの特に重点的にあの取り上げられています。<laughs> で許しは、えー、と潔白を証明せず、えー、弁解は、まあ、あのエクスキューズ、言い訳とも言いますが、まあ、自分は、えー、とやむをえずそうしたんだって、まあ、自分には罪がないんだと、これこれこういう理由で自分はこうしたんだからという、まあ、自分の潔白をあの証明しようとします。 えー、ちゃんと因果関係があるから、私に悪意はないんだというわけです。<laughs> で、えーまあ、デリナに言えば、ー、この両者ですか、ねえー、の間にも、やっぱり、えー、汚染されている関係が、えー、あるんじゃないか。<laughs> 3番目。3番目はさっきも見ました、えーっと、アブラハム的な遺産とギリシャ的な遺産ですかね。 で古代ギリシャにおいてはあのシグノメという概念があって、まあ、これは、えー、と聖書の許しとはあの違うと言われています <laughs> 確かにこれは具能名があの認識能力判断を表してい,て、えー、いますでシグノメが共感とか理解ですかね <laughs> で、えー、となので、えー、ここでは、えー、やっぱりあの許しに似た許しの祈りに似た あの呼びかけというのがあるんじゃないか単なる知識のレベルだけじゃなくて、えー、許してほしい私はあなたを理解するといった、えー、情動的な参与心の動き同一化などなどが含まれているんじゃないかなのでこの主語の目という概念自体に認識以上の何かを成す、えー、薄明かりがあって革命があって、えー、許しと弁解の際知と、えー、真と知の限界を えー、印ちゃんと印付けているのではないだろうかということが言われています。<laughs> あとは、えーと、ダニエル・オブリオですか、ねえー、とのテクストが、えー、特に、えー、古代ギリシャにはあの許しがないんだということをあの積極的にあの言っています、えー。神々は許しの実例を示してはいない。 でこれはの政治体制にも関わってくるというわけです。許しは君主のような、えー、ストレンジャーから発せられるに対して、ギリシャ社会は平等の原理なので、そういった、えー、上からあの許しが到来するということはないんだん、ね。そうなると、まあ、許しがそういった超越性ですかね、えー、超越的な運動であるとするならば、えー、この私たちのアブラハム的な伝統において、民主主義ってどういうふうに考えたらいいのか。 許しを政治化するにはどうしたらいいのかというあの問題をあのデリダルシーは立てています。<laughs> はい。<laughs> 宮崎さん、どうしようえいい時間だけど。<laughs> はい。えー、この辺で一回終わってもいいけど。どうしますかそれはもう、西山さんが。えー

失業応とという、<laughs> まあちょっとあまり語り苦しくえせずにこう、あの <coughs> 内容を振り返りながら、えーまあ、あのない扱われている主題は許しであり、非常に日常的な、うん、ある意味、どんな人もこういろんな形で、えー、関わらざるを得ないような、身の回りの、えー、でも非常に切実な。 形で、えー、触れるる可能性のあるそういう主題なわけですよね。なんか非常になんかあの洗練されたような、あの専門的なこ事象というよりは、うん、日常的に、えー、私たちが常に関わっているような、まあ、パッパードもそうですけど、まあ、日本語だとすいませんですよね、すいません。うん、普通に言いますもんね、うん、あのちょっとすいません。 その許しについてちょっとあのも、ー、う一回振り返りながらあの話を解きほぐしていきたいなと思うんですけどとにかくテーマが非常に広いのでどこから取り上げればよいのかという感じでありますけど、うん、やっぱり最初の方からですかね石山さんが最初にこう興味深いと思ったこの次第に関して興味深いと思ったそのポイントというか取っかかりみたいなものがもしあれば 自分のこう理,理解が進んだところとかそういうところを絡めて、うん、あのあえっとこの一つは、えー、とこの許すことっていうのはあの冒頭申し上げたように本当にもういろんな方が論じているわけですよね。でもうあの基本的にはアーレントジャンケリヴィッチリクールヘーゲルとあの比較することで、うん、復讐とか処罰とか条件か無条件か。 そういったさまざまなレベルであの比較されるレ、まあ、ビナーのもそうですよねあの比較されるテクストって本当にたくさんあってあのとてもその辺の研究はあの豊かあだと思います。で,、えー、とでそれはもうあり,ありましてでこのテクストでこの講義録が出ることであのもうちょっとあの広がりを持って あのその許しの問題をじゃあどうやって論じるかっていうのは一、まあ、つはだから偽証のも犠牲の問題ですよね。うん、で、えー、とこの,あの、まあ、信じることっていうのはこの時代この当時の,あのデリダの,あのテーマの一つだったんですけども、えー、とこの信じることそれは、えー、約束する約束することができない誓うことができる誓うことができないっていうこのテーマと,、えー、と許しの問題がどういうふうに関係しているのか。 というところが、あのー、一つは興味深いところですね。ただそ、それほどは主題化されてはおらず、もうちらほらとああのーあの散、ー、りばめられている感じなんですけども。<で>あとはもう、うん。ちょっとやりとしながら、どうぞ。<laughs> いいかなと思うんですけど犠牲っていう言葉、意外と日本語では馴染みがないというか、あんまり、うーん、なんでしょうね。 言葉としてはそんなにこ,うこなれた感じはしない、うん、わけですけど。翻訳もね、えー、これまで日本語、うん、制約違反とかですね。さまざまな制約違反とか。許してっていうときに、まあ、これだけ反省してますと、いろいろなことを言うことはできるわけですけど、それが常に不利にすぎない。うん、うんうん、嘘,嘘ですよね。うん、嘘に嘘かもしれないっていうことが含まれちゃう。その許し の中に <coughs>、えー、これは本当に許してもいいのか、うん、反省しているのか罪 <laughs>、うん、を犯した人が、うんえー、あるいは、えー、そ,のそれがまだ、あ、裁判のような場面問題になっている時に、うんえー、これは自分本当に誠実 <coughs> まあ、あの裁判の時に誠実誓いますと言って真実を話すことをあのー みんなの前で、えー、先生するわけですけども、うん、それもまあ、嘘かもしれないというか、うんえー、常にその可能性が付きまとうわけですよね。そうしたら、その許しが成り立たなくなってしまうという、まあ、常にこう、両者は対立するというか、ぶつかり合う形になってるわけですけど、それをこう、えー、組み込んできたっていうことですよね。うん、で、やっぱり、 彼が考えるこの不可能な許しがとてもラティカルすぎるので、で今、ね、許してください、もうしませんからっていう,うなこな言語を介すること自体がもうあの純粋な許しというのはあの不可能にしていて、でこの言語を介することで、まあ、それがあの本当かどうかわからないっていうこの相手の意図まではわからないということで、本当に純,純粋な対面関係、私とあなたが許し合うっていう関係,関係が。 あの常にあのまあ汚染されているというか、常にあの不確定な状況に置かれてしまっているということを、彼はちょっとあまりにもラディカルに考えているんですね。でそのレベルでの不可能な許しなので、そう考えると、この不可能な許しというのもまああのイメージできなくもないかなとは思うんですけども。もう一方で、このテーマがこう非常にこう明確になってきたのは、戦後50年。 のきっかけ要するにさまざまな戦争責任とか、うん、その戦争によってご、えー、生じたさまざまな罪をどうやって、えー、保証したり、まあ、許すのかっていうことが戦後責任とか戦後処理というかそういう形で、うんまあ、ちょっと時間を置いたがゆえにかなりこう議論として巻き起こってきたっていう節目が90年であって。 たわけですよね。うん、でここであのいついつ僕、哲学者の議論として問題なのはジャンケレビッチ、うんまあ、要するに許し得ない本当に許し得ない、うん、許しは死の収容所の中で死んだっていうあの言葉があるわけですけどジャンケレビッチつまりもうドイツナチ,ナチスによるユダヤ人の虐殺ホロコーストは絶対許せないものなんだと。うん えー、どんなに何をしようが永遠に許せない最悪の罪と、うん、として記憶に留めていかなければならないんだということを言ってるわけです、うん、実質的に、うん、これをまあデリダ自身ユダヤ人なわけですけど、まあ、アーレントの議論も、うん、そのジャンケルビッチ側なわけですけど、うん、その許すな許すなっていうのが 一方でそう高まっているってった、まあい、今もいろんな形で、えー、戦争にも関わら,関関関わら関係な,くない形で、まあ、いろんな凶,凶悪犯罪を犯した犯罪者に対して、ね、バッシングが起こったりとか、うん、いろんなことありますけども、えー、その許すなっていうのをもう一回解きほぐそうとしたんだと僕は思ってるんですけどねつまり、うん、哲学的にあるいはア,ルブアブラハム的宗教の伝統では 絶対最悪な罪こそ許すっていうことをやってきたんだっ,たっていう、うん、そういう歴史ですよね。うんうん、これはまあ哲学的に後付けることもできてヘーゲルのその弁証法がまさにその、えー、キリスト教的な記憶の中で和解、えー、の問題を立てていたという和の問題を立てていたということ。 だからそ,こそれをだから許しえないものをこそ許さなきゃならないっていうことを言う人がい,っ、まあ、い,ないなかったんじゃないかなと思ってるんですよね。データのデータ放送を徹底した形で。そういう意味ではすごく意味のある議論だと思ってるんですけどね、そういうところで。ただジャンケ・レヴィシの65年のパーゴドンは最後、許しえないもので終わっており、 ええ、そこであの誇張法的な倫理として、イルシアへなものというのを扱っていて、かなりそこにはデリタも共感はしてるんですよああ、はあ。でなので、少なくともジャンケルビッチの67年の,あの結論の部分は、相当デリタ的なあの主体は結構出してるんですよね<あ>。もともと、むしろ、うん、そういう議論をジャンケルビッチはしていたはずなのに、うん、その180度変わってしまったとっいのはショックだった。 まあ高等三学校の先生でもあわけで、おやすみデリーダーにとって。そうですね。だから、そういう、そういう、そういう意味での触衝撃みたいなのもあったのかなと。あと、哲学三部会の時にね、ソロボンドで共闘したり、対立するような感じで,そうですねり、ということですよね。ただ、ちょっと、このお茶目なあな引用というか、あの第1回のところで、 えー、レジュメで言うと3ページ目なんですけれども、えー、とジャン・ケレビッチとあのドイツ院の,の若者との,あの手紙やり取りもあのデリダは着目しておりましてでこれがあの80年代のやり取りでしてで、えーとまあ、ここであのジャン・ケレビッチは和解しているというかあのこの若者の,あの態度にすごく感銘を受けて、うんえー、あなたのようなあの若者が世代を超えて あの私に、まあ、あのゆ許しをこうてくるというのはとても感動しましたという、あのー、この,あのとても日常的なというかねあの往復書簡まであの引用しているので、うんまあ、67年、えー、と71年この80年の,あのジャン・キリビッシュの態度の変わり方というか、うんえー、それもあのその3つがとても興味深いあの引用にはなっていますね。 最後はね、あのえー、どうぞ私の家に来てください、一緒にピアノを弾きましょうっていう、あのとても感動的な <laughs> あの手紙なんですけども。だからといって、そのデリダーがその不可能なものこそ許すべきだっていうことをこう、なんか一般化して言ってるわけではないですよね。うん、その、何、うん、でしょうか。なんかえーと あくまで概念レベルというか、うんうん、論理的な議論としては一方で突き詰めつつ、うん、他方で条件付きの許しということが社会で実際に必要であることは当然認めているわけだと思う。要するにその無条件の許しと条件付きの許しのせ、うん、接合というか、そのうん、関わる交渉をどう,、うん、どうつけるのかっていうところに一番。うん そこをどう読み取っていくのかなっていうことかなと思うんですけどね。うんうん、だからなんかこうまあ簡単問題なんかもそうですけど何でもかんでもこうああ悪ければ悪いほど許した方がいいみたいな話を聞、うん、くうに単にそういうふうにバジルを正面的に受け取っちゃうと、うんえー、なんかい。<coughs> 変な道徳潔癖主義みたいなデリだのが出てきちゃって、うんえー、ちょっとそういう話をしているわけではなかったはずなのにっていうことなんですけど、うん、あとは、ね、あの無条件的に許してくれるんだったら、改収しなくていいんだとかね、ね心を入れなけいなくてもいいんだ、許しは発生するんだというわけでもないわけで、に逆に読んじゃうっていう。そうですね まあ危険というかそういうところでなんかうん、うん、いちゃもんつけられというか批判はありますね。ありますよねうんうん、うん。そこはやっぱり常識的なというか、ええ、条,件条件交渉じゃないけれども常識は持っておいた方がいいと思うんですね。 だからなんでじゃあ不可能なものの条件無条件の許しっていうことを言うのかっていうとまあなんかそういう条件付きなさまざまなこれこれすることでえ許す恩赦とかその特にその法律実定的な法整備制度の中ではそういうふうに言わざるを得ないわけですけどなんで他方で一方あの不可能無条件な許しっていうことを言うのかっていうと。 だからそういう条件付きの許しは常にこうもう一回再検討できるってようですよね。うん、だからそれはなんかその条件付きに許さざるを得ない。そうやって現実さそうだろうっていうふうに言う人がいた、うん、としてもそれは突き詰めれば本当に許しっていうことは、えー、無条件なところにおいてこそ初めて生ずるものなんだから、うんえー、そうして条件付きで、まあ、ある種妥協の産物としてし生じてる許しっていうのは常に えー、そ,のその条件、諸条件さまざまな諸条件は再検討できる、うん、考え直すことができる、うんえー、その中でだから絶対に許しえないっていうような凶悪なフォロコーストすら、リーダーは絶対化しない、うん。でないと思うんですよね。ある仕方で許すっていう可能性を常に考えている、そういうことをストレートには言ってはいない。 ジャンケーヴッチのように、じゃあ許し、絶対に許してはならないんだっていうことは言わ、なぜ言わないのかっていうことですよね。うんうん、そこをちょっと、まあ、考えているポイントではあるんですけど。それはあれですね、13ページ目の、レジュメの13ページ目のところで、 あの最後の言葉っていうのがあるんですけどもでこれ歴史の問題とも関係するんですがあの許しの言葉というのはこれは裁きの言葉最後の審判にも似たようなあの響きがあって、えー、許しの言葉っていうのはもう最後の言葉ですかね、うん、もうこれで終わりにしようっていうあのこれでも私たちは決着をつけるというふうなあの最後の言葉に格子がいい あのなんかど,どうしても似たような響きがあると。で、あのデレドの場合は、あの最後から一つ前の言葉、とううにあの、うん、注目をしてうん、うん、いるところが面白いなと思うんですよ。で、えー、っとでそこの12ページ目ですかね、えー、許しは最後の言葉として歴史を中断させたり、あるいは完成させるのか、あるいはそれとも許しは常に最後から一つ前の言葉、もうこれで終わりではないと。 えー、常にあの歴史を再開させて継続させるあの力になっているのかこのやっぱり両方の,あの解釈があのできるんじゃないかっていうあのー、この、うん、最後の言葉にしたいんだけれどもでもやっぱり常に最後から一つ前で何か<う>、うん、許し得ないものが残っているでもなお,なお歴史を前に進めて再開さなければいけないっていう、うんあのー、歴史を止めないために あのうん、この最後から一つの前の言葉にあの注目した方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、彼の立場だと思います。うん、で、えっと、ルソーを読み解くと、ルソーは常にあの最後の言葉にたどり着けないんですよね。うん、ごめんなさいあれ、あれは自分は間違ってないですだってひたすら最後から前の言葉にたどりつき、うん、最後の言葉にしたいんですけれども、書けば書くほど、 それが最後から一つ前の言葉になり、うん、またさらに最後の言葉を求めてひたすら書いてしまうっていう、うんえー、それをあのテクストが機械のようにルソンにそうさせてしまうっていう、うんうん、告白すればするほどその告白をもう一回告白し弁解し、うんえー、最後の言葉にたどり着けないというところがあのルソンのテクストのあの面白いところだと言っていますね。要するに 告白して真実をこれだけ正直に言ったんだからもう勘弁してくれと、うんえー、二度とこの話はこれで終わり、まあ、マリオンのリボンの話もそうですけどでそうやって言って言うことがまさに罪を生んでしまうというそう読者はまた読みたくなるし、うん、ルソーもあれでよかったんだろうもうあのことあんな感じでよかったのかって言ってまた書いちゃうわけですよね、うん 告白で書いてまた、えっと、プロムナード、あの散歩い書いちゃうわけですよね。はいはい、そういうなんかテキストがまたそれそれでは完全じゃないから、またか弁解が完全じゃないからし、告白が弁解になって、その弁解がまたえ弁解を生むっていう、そういうまあ構造をどマんが取り出して、データがそれを、えー、さらに展開してるっていう、そういう話になってますよね。うんはい <laughs> まあ、一方でだからその文学の問題とかそのテキストがそのものがアプリよりに持っている構造としての,そのなんか、うん、罪を再生産してしまう弁が罪を再生産してしまうん、さらに許し、まあ、ぎ犠牲と許しっていうことが次々と起こってしまうっていう、うんうん、ところにも注目というか非常に出る関心を払って。 もう,そうん、うん、<laughs> ここでもやっぱり冒頭言った単なるあの話し言葉で言うあの許しだけじゃなくて許しがね書かれた場合文字として残された場合テクストとして残,れ残された場合に、まあ、どのような許しがあの作動していくのかっていうやっぱりエクリチューのレベルで考えてたので、うん、そこはちょっと一癖あるところかなと思います。<laughs> でえー、とじゃあ、少ししゃべると、えー、とこのあと死刑論なんですよ、講義は。で、これ読んで、なんとなく分かってきたのは、あれですね、やっぱり犠牲と許しっていう問題を扱って、それで、えー、とこの中では、許しの問題が、他のあらゆるあのキーワード、だから和解とか、えー、と償いとか、まあ、そういったさまざまなものと切り離して、まあ、とてもあのラディカルで純粋な形で、あの許しの問題をあの探究をしています。 で,、えーでまあ、許し得ないものというテーマに関して言うと、やっぱり死刑というのはこれ、ね、許し得ないものを人と罪をもろとも抹消してしまうような刑罰中の刑罰なので、まあ、ここからあの、えー、刑罰論の,あの最も <laughs> ラディカルな死刑というものにあの話題があのずっていくのかなという、えー、感じは持ちました。だからあの、えー そ,その辺の連続はあるのかなというところですね。あとは復讐。えっ、ー、と、えー、いる人、復讐というのは、まあ、アーレントにしろセットで論じられること多いんですけども、復讐の問題はこれは何かね、80年代に既に扱ったことがあるようで、なので、このあたりですかね、あの80年代から死刑までというので、まあ、あの、いろんな論点があのかなりネットワーク的に されていいるんじゃないかなかとも思いましたあと証言ですね。証言の、うんえー、ゼミもそうなんですが、えー、ショアなどを扱ったあの証言のセミネール、これは3年分あるんですけれども。はい、あとは疑問としては、えーと、このテクストの中ではあのアブラハムの宗教、えー、として、えー、と3つのユダヤ、キリスト、イスラームと、えー、ギリシャ文化というふうにあの分けられております。まあ、常にあのこの パターンを取るんですけれども、えーまあ、やっぱり、ねあのえー、とユダヤ、キリスト、イスラムで、あの許しの,やっぱりあの作法とか、えー、典礼とか、えーえー、そういったものがやっぱ違うと思いますので、解釈が、えー。この間の違いですかね、この三者の宗教の間の、えー、許しの、えー、構えの違いっていうのも、あのすごくある,あるのではないかなと、えー、思いました。常にこれを 一つにするのは妥当なのかどうかですね。アブラハム的伝統というところで、うん、<laughs> ただまあ意外とこの話題に関しては、えっと日本のその村山談話とか日本の例にも、うん、韓国とかかな、韓国あると、とにかくアジア東アジアの例なんかも言及したりして、決してなんかこう狭い意味でのキリスト教文化。 うん、話ではないんまあ逆にそのグローバリゼーションス界イラテン化の話がある種普遍的な許しをもたらしてるんだという状況をもたらしてるんだっていう話にも結びつけるので、うん、そこをどう考えればいいのかっていうのもちょっと気になるところ、うん そ創業文化に乗っかっていくアルバムハブラ的、えー、文化に乗っかっていくっていうような話になるのか我々本の中でそれを申し話す、うん、いやそれはそういう文化に還元できるんじゃなくて普遍的な射程を持つ人と構造なんだという考えるのかそこら辺もあのなかなか割り切れないというかうん、うん、簡単に普遍化できない ところも普遍化できる論理はあるんだけどそう言い切れないさまざまなのどの文化的な要素もあるのかなっていうふうに思いますけどね。うんうん、この前高橋哲也さんの講演会では高橋さんはちょっと流法をつけたい感じではありましたけどもね日本の「村山談話を英語で読んで、はい、それをあの世界ラテン化の中に位置づけるっていうのは、うん うん、やっぱり英語で読むとそういうふうに読めてしまうのかなっていうああ心からのお詫びっていうのがああハートフルアポ,ロジアポロジーだったかな。キリスト教的な文脈に乗っかる訳語になっちゃうってことですかそ,そうですね。英語で読むとそう読めてしまうのかな。日本語ではそういうニュアンスはあんまり聞き取れないのに翻訳するとそう,ああそうですね。よろしくお願いします。あ 今でも 10, 10分しゃ,しゃべった方がいいんですかねかい,いや、いいですね。全然 <laughs> いいです。はい、セミナーありがとうございました。はい、えっと、なんていうか、まとめて、改めて、なんていうか、その、融資っていうテーマが、なんか、並べられているのを見て、なんとなく思ったことなんですけれども、はい、なんていうか、やはり正義っていう、要するに不可能なものっていう取材が、やっぱり後期というかですね、80年代後半以降のデータの中で、 競り上がってくるっててくくるることとよく言われれ思うんですけれども、うん、なんかいくつかのセンテンスとかですねテーマ系から見ると正義ではないというか正義の後に何を思考するのかっていう問いがむしろせり上がってるような感じを受けたんですよね。まあ、いくつかの場面で多分そういう箇所引用もそういう部分が結構挙げられてたと思うんですけども、うん、その何ていうかその原因っていうのが、まあ、なんていうか後期出リ団みたいな言い方だとすごく出てこないんですけども。 ニュ、うん、アンスをどういうふうに捉えればいいのかっていうのをなんか少しちょっと感じました例えば正義っていう次第は何、まあ、ていうのか鵜飼さんも書かれてますけど、まあ、ニーチェ的な主題を引き受けるような部分があってそれに対してやっぱりその、うん、記憶っていったものをものすごく強く取っていくだとかですね、うんまあ、むしろニーチェ的なものが持ってるある種の危うさみたいなものを まあもう一段か折り返すような部分もまあ少し感じなくはないんですけどもなそういうその後期データにおけるその不可能なものっていう主題がせり上がってくると同時にむしろそれを何ていうか彼なりの仕方でそで最後の言葉の手前みたいな言い方もありましたけども,そのもう一歩進めるって言ったところで何があるのかみたいなのが少し気になったので何か思われることがあればちょっと,えっとなんかどうでしょうみたいな。 あそれも、それは思いました、すごい。あの正義の問題。うん、で、えっ、ー、と、これは第2回ですよね。あの、第2回の、えっ、ーと,えー、と、アウヘーブンクの、ね、訳語として、えっ、ー、と、<noise> Le pardon, holève, <noise> la justice というので、えっ、ー、と、ここであの正義の問題が出てきて、 でえーとね、正義に味,味,味付けをする、引き上げるということで、えー、とこの許しの問題、特にあの無条件の許しの問題が、あのえー、神の慈悲にも近い、えー、と無条件の許しの問題があの正義とは切り離されて論じられていて、で正義の 正義を引引きき立たせるる上げるという,ふうにさえの問題は、これは法権利とは違ってあの、脱構築不可能なものとしてあの、法の力から定義されてきたんですけれども、でさらに、それはの誇張法的に、あのえー、許しの、えー、と表現が、えー、この正義をまた違った方向へ引き上げる、えー、引き立たせるというのは、 これはどういうことなのかなというふうにちょっと、えー、思い引っかかりました13ページ目 <laughs> 13ページ目も、えー、同様なんですけれども、えー、許しは正しいと同時に正義の情報にあります <laughs>、ねえーえー、許しはあの裁き、えー、ジャッジメントではありません <laughs> ということで、えーまあ、ここでもあの、えー、と許し が、えー、えあの正しさ以上の、えー、ものですかね、えー、という正義とは全く違った次元であの捉えられて、えー、います。<laughs> なのでこの段階でちょっとあのね脱構築不能と呼ばれたあの正義とあのこの許しの関係ですかね、この誇張法的な関係、それよりもさらに、それよりもさらにっていう、えー、この両者の関係はちょっとあのもうちょっと考えたいなと思いました。<laughs> あ,ありがとうございます。はいあ。あともう一点、あの,、はい、の、退屈っていう議論があってっていう話を、まあ、少しちょっとされてて、まあ、書かれてたんですけども、はい、ここは、えっと、獣子験者と、やはりなんていうかハイ、ハイデガーのことをすごく思わせる部分があって、まあ、ハイデガーの中にどういうふうに、なんていうかですね、信、え、仰、ーまあの問題を まあまあハイデガーがまあいわゆるギリシャ的なものみたいなものを代表させてる部分があって、うん、それとい、まあ、この許しだとむしろそのキリスト教制の中にギリシャを的な部分があるみたいな言い方をしてると思うんですけどなんかそういうなんですか許しの文脈で退屈が出てくるっていうところはケモート主権者は多分あんまりなかったところだと思うこのあたりっていうのは、まあなんまあ、どうつなげていいのかわからないなと、まあ、パッと見た時には思ったんですが。 なんていうかテーマー系としてまあなんていうか、まあ、今はとりあえず並べられてるだけなんですけどもなんていうかつながりとしてなんかつながっていきそうみたいなところってあるんでしょうかつまりここだとその暴動力が持ってるその検体暴動力が出されてきたものがすごい非常になんていうか倫理的なというかですね,そう,ねまあそういうテーマの中で大屈っていったの語られてるんですけど獣本 <laughs> 試験者の中ではあれはえっとロビンソン の話と引き付けられていくるの出てきていて、あんまりああいうそういう、なんていうか、ここで出てくるようなニュアンスっていうのは全然ないようなセンテンスだったと思うので、うん、なんかうまくそ,そこになんかつながってくるようなモチーフがあれば、もうちょっとお聞きしたいなっていうところです。そうですね。まあ、この文脈では歴史的な、倫理的な文脈で出てきているので、ボードレールの検体は。で、えー、181ページでは、括弧して、えー、例えばハイデカーもと、一応ハイデカーの言及があって、 もうこの時点でやっぱりハイディガーの退屈論が射程に入ってはいます。ただ、やっぱり、えー、この四、えー、年後にあ、5年後に論じられる時にはもうちょっとね、あの存在論的、あの実存的なタイプの,あの退屈ですので、えーとまあ、言葉は同じですけれども、意識しつつも、えー、そこは切り分けていると思います。<laughs> はい、あ,ありがとうございました。はい 他に、<laughs> あ、すいませんじゃあ、はい、よろしいでしょうかお願いしますあっきり谷です、はい、よろしくお願いいたしますあご発表どうもありがとうございました実はまだ私この,あのセミナール読んでないのでなかなかちょっと質問するのが <laughs> <laughs> あれなんですがでも今ちょうどボードレールの話が出たのでそれに乗っかる形で何ていうかもうちゃんと練り上げた質問というよりは単純に お,お伺いしたいということなんですけれども、これ、うん、あのベネディクションという非常に、まあ、なんていうんでしょう、神学的にもう強い害のあるボードレールの言葉、なしが分析されているというのは、うん、多分これ、おそらく他のテクストでは、デリタのテクストではおそらくまだ出ていないですよね、ここの部分。と思うのです。はい、はい。で、あの、 いや以前から私は少し気になってきたんですけれど、時折、このベネディクションであるとか、マレディクションという言葉を使って、何か非常にそこに意味があるようには感じてるんですが、うん、なかなかそれを具体的に展開してるというところがなかったんで、私はこれどういうことなんだろうなとちょっと長年考えてたんですが、うん、あのこの講義の中ですと、私まだちょっと読んでないので、純粋にお伺いしたいということなんですが、このようなあの、 ベネディクションとマレディクションという問題についてもあのどのような形で、えー、取り上げられる何か展開がなされて、えー、いますでしょうかという、はい、うんまあここだけで特に概念としてあの祝福と呪詛が何か論じられているわけではないのでそうですねまあこの,あのこのボードレールの作品ではえ あの詩人の母とあの妻からのマレディクションが全てあの慈悲の神によってあのベネディクションへと展開するっていう、まあ、そういうあの、えー、とテクストの、えー、とそういった許しをテクストが生産、えー、してくれるっていう、えー、ポイントが言われているだけですかね何かそれが概念として別の場所で言われているわけではない とは思います今、覚えている限りではあ。ありがとうございます。なんか印象的なとこあります。<あ>他のテクストでこのベネディクションとマレディクションっていうのでが使われている。マレディクションはあのカルトポスタルで何度かやはり使われていてあの、送る言葉のところで使われているなというのがあるんですが、ベネディクションは特にやはり90年代以降とかですかね。あの そのテクストで具体的に使われてるわけではないのですが、階、はい、談の中であるとか、あ,<ー>あるいはあのアップカウントがビープ、アンファンでも、なんかベネディクス、ベニーフという言葉をなんかすごい取り上げて、ちょっと強調して論じてる箇所があったので、ここはなかなか興味深いなと個人的に思っていたので、うんあここでこういう話が出ているんだなと、今日お話をお伺いしながら、関心を持ったということなんですが、じゃあまだ、あの、 私の方でも少し考えておきます。ありがとうございました。ひとみさん、どうぞ。あご無沙汰しております。すみません、出先なんで雑音が入るかもしれないんですけど、ちょっと遅れてきた上で、ちょっと一つお願いします。あの、ちょっと一般的な印象になるんですけども、今回の論は、どうしても許せ されないことを差し当たり宙づりにしておくっていう未来まで保留しておくっていう態度にも一方で解釈できるように感じたのですけどもあのデリダの,あの留保あの、えー、っと宙づりあとあの未来に対する時間性の問題などはどう絡むのかっていうことを一つそれからあの罪が確定されてるかっていう問題が あの審判の前に確定されてるかっていう問題があの証言ではないですけど一方であると思うんですあの。アウシュビッツの表彰不可能性っていうわけでもないしあもう含まれると思うんですけど例えばあの公文書の偽証問題とか、まあれはあっただろうけど本当にあったのかっていうのが確定できない、うん、そういうもう一つの宙づりもありあ,のあと 本当にアブラハムの問題のような、本当にそれが罪として規定できるのかっていう、そういう心理の問題があるんでと思うんですけども、その辺に対しては、どのように解釈すればよろしいでしょうか。絡むのでしょうか、うん、二つ目の問題は、あれえ罪が確定されているかどうかの違いが、条件の違いがあるということですかね。だからその場合、ね、罪が,罪があの裁かれて 正義によって確定している場合に、でそれを、えー、なおかつあのなかったことにするというのは、特者とか恩者とか大赦とかのレベルでして、でこの本デレナギ論の中でもそのそう、正義とあの許しを切り分けたときに、じゃあ,あのその恩者の問題はあの、はい、どこに位置づけられるのかなというのは私は思いました。すでに正義が罪を確定した後に、それでもなお、この人間の法の中で許しを与えるというのは、 どの辺に位置づけられるのかなっていう、えー、司法の中に制度の中にちゃんと位置づけられているのかそれともその司法の裁きの中に宗教無条件の許しのロジックが、はいえー、ちゃんと入ってきているのかどうかというこの恩赦、えー、の問題ですかね、えーはい、をどう考えるのかと思いました <laughs> 一つ目何だったっけごめんえ どうしても許されないことに対して、差し当たり宙吊りするしかないのではないかっていうふう、そういう態度にも読めたんですけども、あの、宙吊りと、あの、あ,あの、まあ、可能なる、まあテクストの宙吊りとか、まあ、よく言われる感じとも絡むと思うんですけど、う 判断の保留でもないし、うん、それがもう絶対的な、あのー、許すっていう、進級に到達するまでの何かプロセス的なものにも感じるというか。うんまあ、宙づりで言うと、まあ、最後に出てくるルソーの話だと、あのーはい、ルソー自身が宙づりにされるわけなんですよ。 あのあテクストを書けば書くほど自分があの、えーえー、ちゃんとあの弁解した気がしないと許してもらった気がしないと<ー>、えー、テクストを書けば書くほどテクストに裏切られて自己不信に陥ってまた次のテクストを書いてしまうと,で、えー、とい,ろんいらないロジックをどんどん出してくるんですよねで自分があの盗みを犯して、えー、マリオンという少女になすりつけたのは自分の心の中ではそんなことはあの悪意はなかったんだと。 えー、ついゆっかりやってしまったんだと。えー、なので、えー、自分は許せるんだと。一回書いて、そ,れそのロジックが納得いかなくて、孤独な参歩者の手記で、えー、その中ずりになった自分の気持ちをもう一回弁解して、嘘論を書くんですね。でそこでは、えーと、自分の悪意がなければ、えー、それはもうフィクションに等しいんだと。えー、それ嘘、嘘と、嘘じゃなくて、嘘は相手を傷つけるためにやるもので、 その,あのインテンション、悪意がなければ、もうそれはあのフィクションにあの等しいんだとまであの言ってしまうんです。そうなると、ますます、えー、ルソーは、えー、告白という行為から宙づりになってしまうんですよね。となると、えー、とルソーは最初は自分の真実を明らかにするために自伝,を自伝的な告白をしているんですよね。でも、えー、それが、あのー、えっ、ー、と、 悪意がない嘘だったらそれはもうあのフィクションなんだって自分で言ってしまうとじゃルソーの自伝辞典はルソーの告白はフィクションなのっていう話になるこれ全部あの自分があの意図せず全部上の空でやっていることでえルソーの自伝はあの真実の告白ではなくてあのフィクションであるっていうあのロジックになっていくまあこれはドマンがそうやって言っていることなんですけども。 でそれを指してあのえあの、ルソーが告白の行為、弁解の行為からひたすら宙づりになって、置いてきぼりになっていく。で、テックスト自身が機械のようにどんどん自動回転をして、ルソーをせき立てて、もっと弁解し,し,しなきゃいけない、もっと告白しなきゃいけない、もっと説明しなきゃいけない,と,ない,けないというふうにあのせき立てていくという、とてもあの興味深い現象ですかね。はい、というへ,へんテコリンな状況に。 えーまあ、デリダーこだわっております。はい。ありがとうございました。はい。<laughs> あ、松田さんどうぞ。あ、あの、松田ですあの、はいあ。ありがとうございました。えっ、ー、と、あの、ま、私もちょっと、あの、昔、あの、 このパ,フえー、とパフチュール・エ・パフトンじゃなくて、西、えー、山先生があの途中で、えー、と言及されていたあの、真実と和解委員会、南アフリカ、うん、その関連でちょっとあの関心があって、いろいろとあのちょっと論文とかも書かせてもらったことがあったので、あの大変面白かったです。やはり、まあ、そういうあのこの生前最後の講演と呼ばれているあの講演との、なんていうのかな、砲画みたいなのがかなりこ,うこのセミネールの中では 結構つながり連続性としてあの理解できるような論点が結構たくさん散りばめられていて、でまあ、ちょっと私もまだ全部は読めてないんですけれども、そ、まあ、あうん、という点観点からまあちょっとあの質問をさせていただきたいとあの、西山さんはどのようにお抱えになりますかということで、ちょっと2点ほどお聞きしたいことがありまして、一つはその、えっ、ー、と、その、 その裁判年の,、ね、の,のフェアゼエング・ウブントゥ・バフトンの中ではそのまあ基本的にはその南アフリカの真実和解委員会でまあきあのまあマンデラというよりはあデスモンド・ツツの,まああの許しのキリスト教化というかキリスト教的な論理の中で考えた許しっていうのを南アフリカもさまざまな民族から成り立つ社会ですからそういった人たちにまああの押し付けてしまう。うん いうようなあのことが一つ論点があって、まあ、その許しのあのキリスト教的な許しのある種の暴力性みたいなあのところが一つ論点が当てられて、その後で、まあやっぱりそのデリタが最後の、これちょっと僕読んでてよ分かんなかったんですけど、フロイトとクリントンを最後の論点ができて、そのクリントンの中で、えー、そのクリントンのまあ多分弾劾訴追事件のことだと思うんですけれども、その,の中で、あの犠牲の問題をまさに。 あのデリダがあの焦点を当てているという箇所がありましてまあこ,はあのこの講演だけ読んでてもちょっと僕何を言いたいのかちょっとよくわからなかったんですけれどもちょっとそれで今回のセミネイルを見てみると一応まああのクリントンに対する言及は本文の中には出てこないんだけれどもえと一応その31ページとか33ページとかの,なんかあの欄外本文の外になんかあのデリダが正し書きみたいな感じでクリントンっていう言葉を 入れていたっていうような、まあ、あの中,が者中を返者がつけていまして、でまあ、ちょっとここら辺そのとの考えで、まあ、ちょっとあのクリントンの事件をちょっとこの時期のデリタがどう見ていたのかというのが、まあ、ちょっとまあ本文の中から、なかなかどこまで読み取るのかというのは、まだちょっとこのセミネーだけだと結構難しいとは思うんですけれども、ちょっとそこの辺、西山さん、どのようにお考えになりますかというのが1点目の、まあ、ちょっと聞いてみたい質問でして。あとも はあの今回のご発表の中でえっ、ー、と西山さんがあのそのそデリダの許し許しろに対してまああのよくこういう疑問が来るっていうところであ、うん、あの,あのやっぱりそのデリダの主張というのはまあちょっとあの理念的というかあの理想的なところでまあやっぱり議論していてやっぱりその実践的なところであのどういうふうに実践的なあの。 ところでまあ考える視点というのはちょっと欠如しているんじゃないかみたいなあのそういうコメントとかもあったりして、まあ、これに対してまああの西山さんはやっぱりまあそれはそれでもやっぱりデリダ何かこうあの無条件的な許しっていうことでまあその判例性とかさある種の,まああの実践みたいなところを彼は彼で想定してたんじゃないかっていうようなことをおっしゃると思うんですけど、うん、これで僕はあのその意見に関してはもうあの本当に賛成なんですけれども、うん、あのただまあやっぱり結構あの <laughs> 言わそうそう。<laughs> <laughs> とはいえ言わ,れ言われてしまう。そうなんですよ、うん、だからまあ結構難しいなと思うところもありまして、うんまあ、どういうふうにあの再構成というかあの組み立て直していくかという点に関しては結構やっぱりあのデリタの議論も、まあ、確かにそういうふうに見えてしまうところは否めないなっていうところもあってで多分あのそのその先ほどのその裁判年の講演の方だとやっぱりその。 あの例えば、あのー、アパルトヘイト闘争の中で、えーうん、あるその黒人女性の例というのが引き合いに出されて、でまあ、あのあの女性革命家の事例であったりとか、あるいは夫をあのその闘争の中で、うん、えと殺害されて、まああのそ、真実和解委員会でその、うん、加害者に対してあの許す準備ができ,ますかできていますか、うん であのいや自分はできていないという、うん、あの例を引きながら、デリダやっぱりあの許しっていうのをその公的なあの制度というか、うん、あの権力関係の中であの思考するのではなくて、やっぱりサンギュラリテというか、ある種、得意性というか得意性の中でやっぱり許しっていうのを思考しないといけないっていうようなことをまで言ってるんですけれども、うん、そうなってると、ある種のなんかこう。 ボトムアップ型の今風に言えば公的な制度の中ではなくて個々の,の,の,の単独性みたいなものに、まあ、より強く定位した許しみたいなの彼は彼らでちょっと考えようとしてたのかなっていうような印象を、まあ、僕は受けるんですけれどもちょっとまあそこら辺を、まあ、このセミナーの中でどこまで読み取ることができるか、まあ、もし何かあのお考えがあったら伺いたいというのがあの2つ目の質問です。 うん、難しいですね。一つ目、一つ目は、あ、そうね、クリントン。えー、ちょっと僕その、その最後のところ、ちょっと今、あんまり覚えてなくて、ちょっとこれは答えること、すみません、できません。で、えー、とこの第1巻,1巻目に関しては、確かに、えー、クリントンの,、ね、あの突っ込んだ議論はないので、あの第2巻目以降で出てくるんじゃないかなと思います。で、えー、と2つ目、2つ目、実践のところですよね。 これが例えば、あれですよね、あの艦隊、えー、とかだったら、あのえーとまあ、あの無条件的な艦隊と条件付きの艦隊、どうやって実践するんだというところで、まあ、あのデリドなりの,あの、えー、避難都市宣言とか、まあ、そういういろいろね、あの彼なりにあの実践した、えー、形跡があるので、えー、署名運動するとかね、あの声明を出すとか。なののであの当時あの 実践とあのかなり連動していたと、うんあのま、言うことができますで。教育に関してもやっぱりね、あのうん、そんな不可能なあの条件なき大学とかそれ何なんだとかって言われたときに、うん、やっぱり彼が国際哲学コレージを作ったり、うんま、いろんな教育の運動をしていましたよっていうふうな、ん、説明がすごくできるんですね。うん、許ししに関してはどううかというとい、うん まあ具体的にはちょっと難しいですかね。南アフリカを訪問したり、うんうん、そうねあの、フィールドワークはしたかもしれないし、うん、でやっぱりかなり具体的な例を積,積極的にあの、うん、取り上げようとはあのしていますね。だから、ョアの例と南アフリカの例ですけれども、うんうんで。なので、うんまあ、単なるあの、えー、哲学、文学、テキストだけじゃなくて、まあ、今現在扱われているあのアクシャルな そうね、うん、論点の中でそれを読み解こうとしたという、うん、あのその試みあの努力は認めてもいいんじゃないかなと思いますね。今さっきあの言及されたあの女性が「I'm not ready to forgive」だったかな、うん、私は許す準備がないんだというのは、うん、個人的なことじゃなくて この枠組みで議論している限りこの枠組みで許しを求められても私は許すことができませんっていうなんでこの枠組みこの許しのフレームワーク自体が間違っているからということを言った得意点なんですよね。なのであのそういったあの哲学的なフレーミングをちゃんとあの実践の証言の中から見いだす、えー、ことはやっぱりあの重要なんじゃないかなと思います。うん ありがとうございます、はい、なんでデリザばっかりこんなこと言われるんでしょうねあの実践がないじゃないかとか。不可能とか言っちゃうからでしょうかね。個別にはまだまだいろいろ掘り下げることもあるし、まだこれは1巻で、2巻がもうそろそろ出るんですかね。 はい、12月とかですしまた翻訳とかっていうことにもなると一家、まあ、に関しては森永さんがここにも名前が出てきてますよねちゃんとあの連携を取りながらやってらっしゃるんだなっていうのも分かりましたけどもと、えー、いうことで もまだまだあの話が広がるのですけれども今日はまずその取っかかりは、まあ、これだけ広くは、まあ、浅いかは深いかちょっと分かんないけどこれだけ一, <laughs> 一望にできたのは非常に貴重な、えー、機会だったかなとまだ英語圏でももちろんまだ英訳は出てないし、うんえー、まだそれのなんか特集号とか、まあ、ちょっと「デリタデで・トゥ・デイ」が中断に延期になったっていうのもあるけれども うんえー、あんまり出てないような気が、ね、しますけど、まあ、これからどんどん<い>、えー、読解が出ていくということは、えー、予測されるので、うん、まあ非常にいい取っかかりになったんじゃないかなと、うんはい、思います。<laughs>